はい、百英雄伝続きからやっていきたいと思います。前回であれですね、ちょっと結構前回ちょっと重い感じになったよね。あ、そう、びっくりしたんだけど、そう、出ちゃったびっくりして出ちゃった。違くて、ここ編成できて、なんかびっくりした。編成できるんだっていう。そう、できるんですよ、編成。なので、あれ、気をつけてね。ちょっと変えると思って今なら変えれるよと思って、使いたい子使おうかな、こうなってきたらね。スカーレットさん本当はね、めちゃくちゃ入れたいの。すごいいい女だから入れたいんだけど、 S なんだよね。そうなんだよね。じゃあここ内でやっぱさ、ミオさん強化しようかなって思ってて、ユフェリウス強かったけどね。でもそうなると火力が下がる。ヤエルちゃん戻すか。ちょっとミオさんレベルがね、16しかないんですけど、やっぱミオさん美女的には本当に大好きなので、なんとかこの辺でね、お金あったかな、武器を最大強化してあげようかなと思って。36,000、微妙なんかないこともないけど、すげえあるかって言われたら違くねみたいな。だって紋章いいや。どこだっけ、鍛冶屋さん上だ。はいはいはい。ちょっとレベル16のミオさんを入れるタイミング今なのって言われたらちょっと違うかもしれないけど、ここらでね。はい。え、10までだったじゃん。そうでもないの？マジ？え、めっちゃ上がる。どうしよう。まずいな。めっちゃ上がるじゃん。ミオさんどこまで上げれるかな。とりあえずみんなと同じぐらいになってほしいよね。はい。23、はい、名前変わったよ。ゴーに切りになったよ。ゴーレベル8、レベル9、レベル10、レベル11。もうここまでいったらさ、もうじゃない？どうしよう。あ、こっち、あ、こっちもあげたいな。お金がもう。でも10まではいっときたいよね。そうだね。じゃあとりあえずこれで、まあだいぶ強化できたんじゃない、みんな。まあちょっと言えばユースケのやつを本当はあげたかったなと思うんだよね。一番のやっぱ火力だから。まあまあでもいいでしょ。とりあえずストーリー進めますね。仲間集めしろよって。それもそうなんだけどね。ほら、ミオさん後ろ姿最高。グリューム博が行ってみた方が良さそうですね。ああ。テリエル、セイ、みんな来てくれたんだね。当たり前でしょ。ガーディアンの村でのことを聞いたよ。そっちも大変だったみたいで。戦いには間に合ったようだね。よかったよ。
ユンマ様は残られてはどうかと申し上げたのですが、ユイリンにも止められたけどね。確かに僕は何もできないかもしれないけど、それでもみんなと一緒にいて戦いたいと思うんだ。まあ、なんかそう思えるようになったのがなんかユンマの成長よね。素晴らしい。あ、仲間になった。戦えないよねさすがに。カシウスだって強そう。え、ありがとうございます。それにこれからのことを考えるとありがたい。これからのこと、すぐにノールスターキーナンを含めた会議になります。帝国との戦いの前に別の戦いがありそうですね。またいつものね。いつもの？ええ、うんざりするぐらいいつものよ。何？さて、集まったようだな。前に集まったのはオールドリックとのノースファリア割譲交渉の場だったが、随分と状況が変わったもんね。その人かっこいい。それでオールドリック公爵の状況はどうなっていますか？エレクトラ将軍、頼む。はい。同盟軍のリーダー、ノア殿、ガーディアンの勇士、メリサ殿からもたらされた情報により、帝国軍がアイガン北領、雪山峠を通り、このノールスター領内に攻め込む可能性が高いことが分かっています。同盟軍？ああ、ユークリスが素人の寄せ集めに助けられたと聞いたが、それか。まあまあ感じ悪くない？それは。ええ、その力がなければ我々は持ちこたえられなかった。そして今回もそうなるでしょう。オルドリック公爵の力は強大だ。その軍はユークリス、ノールスター、キーナーン、それらだけでは押しとどめることはできないでしょう。諸国連合すべての力が必要だ。そしてその力を集めてくれているのが今のノア殿の同盟軍だ。シャークマンやツリーフォークといった各種族や他の多くの協力者が同盟の城には集まっています。ほう、俺はてっきりグリム伯のお嬢ちゃんが小賢しく振る舞ってるだけかと思っておったわ。それはどうも。ノアと言ったな。そこのお嬢ちゃんなら野心たっぷりだろうが、お前は何が望みでリーダーなんてやってるんだ？俺の望みはみんなを守ることだ。守る？なんとも単純な答えだ。この戦いの中で俺は多くのものを見た。そしてその多くは望まぬ戦いに巻き込まれた人たちだ。そんなこと止めなきゃいけない、そう感じるようになった。若者らしい良い答えだ。だがそんな気持ちだけで戦争がどうにかなるとは思わない方がいいぞ、リーダー殿。めんどくさいこの人。ですが、その気持ちが今は必要なのだと感じます。人は欲深き生き物だからな、口では何とでも言えるさ。だがそれがどこまで本物の気持ちやら。それよりもキーナンの軍はどうなされたのですか？まだ到着していないようですが。こちらにも都合がある。キーナン出立直前にキーナン国内の複数の物資を集めていた拠点が何者かに焼き払われるという事件が起きました。今は遠方の拠点から物資を輸送させており、行軍が遅れています。オルドリック公爵の策略ですか？おそらくはな。いまいましい。まずいな。キーナン軍が到着前に帝国が現れれば
我々に勝利の目はないでしょう。できる限り急がせていますが、一体どうするというのだ。帝国の足を止める必要がありますね。簡単に言うが、何か策が？雪山峠の詳しい地図を提供していただければ、それを成してみせましょう。ほう、同盟軍とやらがその大役を果たせると？ええ、その通りです。では期待しようではないか、同盟軍のリーダー殿にな。お願いできますね、ノア殿。策があるんだな。ならばそれを信じるさ。やってみせよう。え、嫌い。なんかまあ立場が別に強い位置にないのは分かってるけど、にしてもじゃない？こんな時にまでつまらない主導権争いで小競り合いを。本当にそれなのよ。オルドリック公爵はそれを知り尽くしてるのでしょう。キーナーンの物資拠点の件以外にもどんな手を仕掛けてくるか。その公爵ってのがどんなやつか知らないけど、嫌なやつだってのはわかる。絶対そう、嫌いなタイプ。気が合うわね。私も嫌いよ。それでどうやって足止めをするんだ？それについては少し準備がいります。ノア殿は戻られたばかりですし、一度宿で休まれてきてください。それじゃあ俺たちはマキシムさんのところへ行って村のみんなの手伝いをするよ。ええ、まだこれからここに到着する方がいらっしゃると思いますし。しかし本当に間に合うのかね、軍師さん、その策とやらで。そこは間に合わなければ負けですから。さっき宿で休んで私。いや、なんかなんだろうな、めんどくさいよねやっぱ国ってね。しかし足止めって何をするんだろう。説明は後ですると言ってたけど。どのような策かは気にはなりますが、まずは宿へ向かいましょう。私の理想としては、なんか最終的にはもうパーティー女の子だけにしたいなって。まあノアは最悪入れてもいいんだけど、てか入れるか。だけど、なんかこう、やっぱ女の子強いのよみたいな。なパーティーよく見たい。難しいかな。どうだろうね。マールリッチの言う通り、少し休んだ方がいいかもしれんな。でもミオさんのレベルをね、少しでも私は上げておきたいなって本当に切実に思うんだけど、16だからね今。さてマールリッチの方の準備はできてるかな。不安だな。まあでも雑魚戦あるでしょさすがに。うん、一撃死はね、あ、ワンチャンあるわ。防具が、あーそっか、ミオさん防具終わってるわ。うわ、どうしましょう。何にもないっていうね、防具がね。お金1600円で防具買えるかな。ちょっと見に行くか。そうだね、ミオさんやっぱ一撃死してしまったらちょっと話にならないんでね。まあ、最悪なんか売ればいいよね。うん、買えない。たっかここ、まあ非対称とかね、本当はしまっといた方がいいんだよねこの辺。ダメ、これは売っちゃいけないと思う。なら装備した方がいいと思う。のはそれ装備しよっか。そうだね、
これ何？売っちゃえ。やば。やばすぎ。とりあえず、ミオさん。何がいいかな。これ、はい。やば、布の服着てたの？終わってるよね、さすがに。いくらなんでも。ちょっとこれ、はい。やばいね。で、ノアに、お金マジで欲しいから金融バッジちょっと装備して。はい。え、ミオさんってなんか装備してんの？これしてないよね、多分ね。あー、 HP100 増えるやつ。 HP100 か。で、これをミオさん、これで206あれば大丈夫そうじゃない？さすがに。大丈夫かな。そこまでしてミオさんをね、使わなくてもっていう意見もあると思う。うん。じゃあいきますよ。お金ないなぁ。ねえ、何ここ？お待ちしていましたよ。なんか意外なメンバー集まってない？準備はできた。ええ、なんとか。皆さん不眠不休でした。お体が心配です。では作戦を説明します。アイリスさん、お願いできますか？はい。雪山峠は雪深く、過去に何度か大きな雪崩が起きています。それを期待するっての？いえ、我々の手で雪崩を起こします。俺たちで雪崩って、そんなことできるのか？借り受けた地形図をもとに雪山峠の形状を詳しく調べ上げました。その結果として、適切な場所の3カ所で大きな爆発を起こせば、狙った雪崩を起こし帝国軍を足止めすることができると判明しました。なるほど。3カ所での爆発が必要なのか。はい。狙った方向、狙った規模に雪崩を起こして峠を埋めるためには、それが必要になります。それで雪山峠の3カ所で爆発ってのはどうやって起こすんだ？魔法を使うのか？いや、それじゃ威力を出すのに人数が必要になる。代わりに魔法爆弾ってのを使う。前に帝国の人間が使うのを見たことがあるやつだ。魔法爆弾、あまり聞かないものだが。オルドリック公爵の魔導レンズ研究所で研究されてたものだよ。ローレンズの力を利用した爆発物なんだ。僕は直接関わってないけど、密かに使われてるって。オルドリック公爵が？ああ、そういうことか。公爵は魔導レンズの力を誰でも使える兵器にする研究に力を入れているんだ。その成果の一部なのだろう。魔導レンズの力は個人の才能に左右されますが、それでは軍の兵器としては使いにくい。理解はできます。魔導タンクにも公爵から援助があったからね。でもあの研究所でやってたことは、やってはいけないことにまで手を出している。ふん、私たちの敵ってそういうやつなのか。ただこういうものはまだ効果が不安定だし、少量しか作れないみたい。噂じゃ特殊な任務の時だけに使われてるってさ。
それでガルーさんたちの話を聞いて、僕やアイビーさんや他の職人さんと一緒に作り上げてみたんだ。結局特別なグレードのローレンズを使うことになってしまったから、数はギリギリ間に合う分だけだけどね。こっちもこれを普通に武器として使えたらいいんだけど。このグレードのローレンズを大量に集めるのは難しいですね。それと爆発の時間をコントロールするためにローレンズを利用した魔力の集中を抑える制御リングも作ったよ。ボール優秀だな。それをさっきの3箇所に設置する。それが作戦か。ただし3箇所にこれを仕掛けて同時に爆発させる必要があります。いつ敵が来るかわからないから短時間で終わらせたいわね。ですので今回はノア殿、セイ殿、そしてメリサ殿に隊を率いてそれぞれの場所を目指してもらいます。わかった。こちらも大丈夫だ。え、私も。メリサきつくない？装備弱いよ。ダメか。冗談、むしろこっちからお願いしたいぐらいさ。てぺー、同盟軍リーダーに帝国からの協力者ガーディアンの勇士、いい宣伝よね。ペリエール城。おっと、なんでもないわよ。それではまずはノア殿たちで先行して雪山峠を目指してください。我々も後を追います。峠に着いたらそこから三手に分かれる手はずで行きましょう。雪山峠はここから北の方向になります。よし、急ごう。帝国軍がいつ来るかわからないからな。セイ、メリサ。ああ、そうだな。任せておきなってさ。それではパーティーメンバーをお選びください。え？とりあえず、どうなんだろう、ノアのとこに強いメンツいていいのかな。いいよね。大丈夫だよね。ああ、そっか、ここに入れないといけないのか。背中は任せたよ。ガーディアンの力を見せるよ。よし、頼むわよ。あ、何違うの？なんかてっきりそれぞれパーティー6人組んでいくのかなとか思ったけど、そういうわけではなさそう。うわうわ、準備はどうか。遠征予定軍の9割が集結しております。数日中には出発できる予定です。残りはゴルドウィン将軍か。はい、ですが帝国皇帝の正式な命が出ています。逆らうことはないでしょう。時間稼ぎをしようとしているみたいですが。無駄な悪あがきを。あなたいつまでいるの？ええ、問題はなかろう。それよりも一つ知らせが入った。こちらが雪山峠をたどり進行するという情報が諸国連合側に流れたらしい。すでに時は満ちました。キーナーン軍の足止めも成功しております。問題ないかと。だが一つ懸念がある。途上に伏兵でも置くと。すでに偵察は出しており、そのような軍を伏せられるような場所はないと報告があります。諸国連合の同盟軍には知恵者がいるよう。戦いとは兵の数ではない、人の心だ。志ある者、知恵ある者、真偽ある者、それを称する者は多いが、多くは偽物だ。だがそれが本物なら小勢でも厄介なことにもなりうる。肝に銘します。ですが我が主、我が忠誠もまた本物であると誓いましょう。捨てなさいその忠誠。ねえ、てか誰あの人、初登場だよね。なるほどね、この雪山使うのもバレちゃってんな。
それじゃあ行こう。雪山峠はここからなら北だな。ああ、そうだね。今度は3人で任務か。そういえば、ノアとセイってライバルって感じ？ライバル？そういうのかと思って。どうかな。でも一度、お互いに戦ったことがあるけど、俺はセイにかなわなかったよ。勝負は時の運さ。そりゃすごい。一度手合わせ願いたいね。よし、じゃあとりあえずあれだよね、飛んでいっても多分いいよね。あ、でもちょっと位置違うんだ。まあいいや、はい、いいやとか言って。失敗は今まである。はい、でこっちね。早い動画こっち？ここ、あ、いい、レベル上げよ。レベル、レベル。よろしくお願いします。いけるかな？敵のターンが回ってこなければいいけど。いいよ。厳しいか。うわー、こいつどこ行く？うわー、よかった。よかったのかな？ミス！ミス！これで勝ちだ！勝ちです！だいぶ上がるんじゃない？変算努力、裏切り。え？でもそんなもん？あ、そんなもんなんだ。敵が一気に。なんかよくあるじゃん、 RPG でドゥ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 ってレベル上がってる感じ。あ、なるかなと思ったけど。なんかそれっぽいわね。まあ、でも綺麗な場所って感じ。ノア殿、こちらの準備も整いました。ここまで登ってくるのは大変でした。待たせてしまってごめんなさい。私アイリスさん好きだな。アイリスさんパーティー入れたいもん。大丈夫、そんなに待っていないさ。それじゃあここからは手はず通り3手に分かれる。ほら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 。はい、早速作戦を始めたいと思いますが、いいですけど。よろしいですか、ノア殿。はい。ああ、行こう。帝国軍が来る前に。ハハ、一泡吹かせてやろうよ。これが成功すれば、キーナン軍合流までの時間が稼げる。必ずやり遂げてみせるさ。それでは魔法爆弾を設置する場所を説明させてもらいます。まずはセイさんには西の峰への魔法爆弾の設置をお願いします。西ね。正確な場所はこちらの地図に記しておきました。我々も同行しますよ、注意。まあね、ここはチームガルディアを連れて行かないなんて手はないぜ。うん、頑張ろうよ、セイ。え？ありがとう。行こう。それでは、残りのメンバーをお願いください。そうなの？ヒルディさんがまあ言ってくれるなら回復に関しては大丈夫か。あ、そっなんだ。誰にしよっかな。前線張れる人、
一人欲しいよな。でもレベル的にてかパーティー少ない、もうちょっと集めないと仲間ほんとよくない。全然荒れる人少なすぎない。2人でしょ。ちょ待って、ここ2人もしかして来るつもりじゃないよね。次来たら終わる、来たら終わるぞ。いやまあ一回来ても別にあの同行者にすればいいだけか。じゃあルディ行こうか。わかった、一緒に行こう。あと一人な、あと一人。リュウハンさん連れて行ってもな、しょうがないしな。意外性意外性でマリンちゃんありやけどな。全然ありありあり。でもだったらこっちの方がいいか。そうだね。僕がいるからには死なせないからな。でサポートは移動ではないよな、ここはな。なんだろうね、カバン別にいらないしな。ダメージを与えるだって。へえへえっていう。じゃあこんな感じで、よし、それじゃあ先に出発する。ああ、気をつけてな。足滑らせたりするなよ。うわ、でもこういうの楽しいね。楽しい楽しいよ。うん、一応今装備品はないので、ちょっと待ってよ。作戦だけちょっと MP、オッケーオッケー、大丈夫ですね。うわー、ちょっとあれだ、できる戦いたくはないな。うん、何、暗闇してくるやついるとかそういうことなのかな。ちょっと怖いな、つけとく。暗闇、そっちになんだっていう。よし、まあなんとかなるでしょ。回復は、いやもう一人回復入れた方がいいかなとか思ったのだけど、もう一チームあるわけでしょ。てかまあ二チーム、バランスよく入れていかないと死んじゃうもんね。さてさて、行きますか。ごめん、何これ、嘘でしょ。いや、はっ、そこ、ちょっと待って、何この敵、え、強いそれ、セイは剣の力、強いな。まあ、その一番強いメンバーじゃないとはいえさ、ねえ、やった。でもルディかわいいね得るものがあった。いやまあでもルディ、そういいね、クソガキ感があるのがいいのよ。でも真面目じゃん彼、そのギャップああいうキャラ好きなんだよな。まあ、ちょっとまあそうね。あ、待って、アイテム、アイテム。
何これ、靴？靴ですってよ。何これ、回避率が上がる。はい、カウンター、はいよし、こっちで合ってる。なんかでもボスとかいなければ別になんてことないけどね。いたらどうしよう、悩むよね結構悩むと思う。敵を確認。何、卵？うわ、強い。死んじゃったんだけど嘘でしょ。マジ？やった、立て。すまない。いや、これで終了です。これぐらいなら問題ない。一気に攻撃されなければ大丈夫って感じかな。まだまだだ。ぐんぐん上がるね。よし。回復してない。ここがアイリスさんが言ってた最初のポイントかな。そうだね、このままじゃ先へ進めそうにないや。そうですね、ではここでしばらく待つことにしましょう。そういえばそろそろあの子、メリサって子も出発してる頃じゃないかな。その手はずだ。ガーディアンって言ったかな、精悍な顔つきだし。でも多分ああいうのはいい子だなあ。セイ、ここは帝国と諸国連合の友好のために。友好のために、なんだ？それはもちろん。バレンタイン少尉、もっと怒ってやってなんでもない、なんでもない。わあ、次こっちチームね。そろそろこっちも出発しようか。はい、爆弾設置の場所の確認も終わりましたし、大丈夫だと思います。さーて、俺も本格的な戦いを前に肩慣らしといくか。ウェーブの兄貴も行くの？そりゃそうだ。え、入ってくれるの？お前をお見送りするためだけに来たんじゃないさ。ま、俺がついてるんだ、楽勝な任務さ。ラッキーだったな、メリサ。やった。私もご一緒させてください、メリサ。もちろんだよ、ニル。ありがとうございます、嬉しいです。ウェーブの兄貴は仕方ないから一緒でもいいよ。おいおい、冷たいじゃないか。お前が小さい頃にはずっとお兄ちゃんお兄ちゃんって後ついてきたってのに。それを言うのよ。それでは残りのメンバーをお選びください。アルーとリルンももちろん一緒に行きたがっていたぜ。行きたがっていたぜはいいんだけど、なんか M なんだよね。なんか S でしょ。何、アルーとリルン行きたいの？頑張ろうね。いいけど。リルン、俺が守るよ。ただ君ら L でしょ。で L でしょ。終焉なのよ。終焉なのよ、そんなんしちゃったら。水のルーン持ってるんか、でも。はい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 。だから別に回復じゃなくていいってこと？じゃ S を置けばいいって感じかな。そうだよね、 S で。そこそこ強い人、
そこそこ強い人。ユーフェリウスか。気合だ。そうだね。まあ、彼も M なんだけどね。まあ、防御力これ鬼高いから。173。130。ああ。こうか。現状はこうかな。うん、よーし、それじゃ行こうぜ。よーし、俺たちもついてる。やばい、サポートつけてない。他のチームに遅れを取ったりできないぜ。あるったら張り切って。それではメリサさんたちには東の峰への設置をお願いします。地図は大丈夫ですね。地図と地形の照合を確認、作戦ポイントの設定も終了しております。それじゃ行ってくるよ。まあいっか、サポート最悪いなくても。はい、ということで、まあ、一旦今回これで終わりたいと思います。で、次回、そうですね、彼女の方からちょっとセーブないんでね、あれなんですけど、一旦終わりたいと思います。はい、バイバイ。